中国政府は26日ヒアリの生息域が急拡大し5年前の2倍にあたる435の地域で確認されたと発表しました物流の増加に伴い拡散のスピードが加速しているということです今後5年をかけて検疫などを強化し繁殖を食い止めるとしていますヒアリは日本で特定外来生物に指定され刺されると激痛が走り 死亡例も確認されています日本で確認されたヒアリは中国を出発または経由したコンテナなどから多く見つかっていて日本政府は中国に対策の徹底を求めています。